海兵隊はオランダ海軍が整備、編成している海兵隊。水陸両用戦力の緊急展開部隊として世界各地に48時間以内に即応展開できるようになっている。オランダ海兵隊のモットーは世界が広がる限りである。ロッテルダムにある海兵隊員の銅像オランダ海兵隊はネーデルラント連邦共和国の非公式な指導者であった。 ヨハンデ・ウィットとミヒール・デロイテル・提督により、第二次英乱戦争中の1665年12月10日に海兵連隊として創設された。指揮官は、ウィレム・ジョセフ・ファンゲントであった。オランダは、第一次英乱戦争では、一般兵士を船に乗せ、海上戦闘に投入して成功していた。1537年のスペイン海兵隊、1610年のポルトガル海兵隊、 1622年のフランス海兵隊、1664年のイギリス海兵隊に続く5番目の海兵隊である。イギリスと同様に、オランダも海兵隊が解体された期間があった。オランダ自体が1810年から1813年まで、フランスの支配下に置かれていた。海兵隊の再編は、バタビア共和国史成果の1801年3月20日に提案され、 ルイ・ボナ・バルト統治下の1806年8月14日に王立海兵的弾兵隊として編成される。現代のオランダ海兵隊は1814年から始まり、1817年に現在の名称になっている。帝徳となったファンゲントが率いる戦隊により1667年6月10日から14日にかけて行われたメイドウェー側襲撃においては、 オランダ海兵隊は新しく連隊長となったイギリス人のトーマス・ドルマン指揮のもとで卓越した役割を果たし、ケントにある町の名前にちなんだチャタムのバトルオーナーが与えられた。これは外国軍部隊が獲得したイギリス国内の地名に由来する数少ない名誉の一つである。7月、ハリチ・キンボーのランドガードトリデを攻撃、上陸後は、 傭兵1500人で攻撃を実施するも取りでの守備隊によって撃退された。海兵隊は第二次英乱戦争と第三次英乱戦争でも戦った。ソウル米への開戦後の1672年6月29日に海兵隊の3分の2を艦隊から撤収させ、イギリス軍の侵入に備えて傭兵軍を増強するための旅団が編成された。 これが1673年8月21日のテセル島の海戦で英仏連合軍を撃破しイギリス軍の進攻を阻止するため敵地艦船に復帰する。ゲルロフファン、イッセルメイデン式で1674年にフランスに対してスヌフの陸上戦でも活躍した。オランダによるアメリカ植民地独立の支持は第四次英乱戦争につながった。そして ドッカーバンク海戦は正規する。1704年にオランダ海兵隊はイギリス海兵隊と共同でヘッセンダルムシタット港、ジョージ式下のジブラルタルを占領し、しばらくの間巧妙に防御された。その後両者は1816年のアルジェ砲撃でも共同作戦を実施している。オランダ海兵隊はオランダ領東、インドでも活躍していた。 オランダは1850年代から第1次世界大戦前までインドネシア全域に及ぶ植民地獲得には抑制的であった。オランダ海兵隊の戦闘名誉については1873年から1913年まで続いたアチェ戦争とバリ島征服から始まっている。第二次世界大戦ではオランダ領東、インドへ向けて出港準備中であったロッテルダムにいた。 海兵隊部隊は、マース川全域の強梁防御に転用された。ここでは、一般のドイツ軍不評部隊のみならず都市中央部に、対する高下両兵による強襲にも備えていた。ドイツ軍のロッテルダム爆撃により、降着状態は崩壊した。カリブ海のアルバ沖合では、ドイツ人船長が座上する商船、アンティラが、U ボートの補給船として機能していたため、 この脅威を排除するため海兵隊は攻撃をほのめかし降伏を受け入れるように交渉し24時間の猶予後に接収作業を開始する。降伏受け入れ時、ドイツ人船長は完全武装の部隊が乗り込んでくると想定していたが少数の制服海兵隊員だけが現れたのを見て驚いた。船長は部下に対し海兵隊員の勇気を称えて敬意を表するよう命じ彼らに 黒い悪魔の票を与えた。いくつかの海兵隊部隊はドイツと戦うためにイレーネ王女旅団に参加した。彼らは1944年秋にオランダのティルブルフ近郊での戦闘で有名になった。1943年初め、アメリカ海兵隊は新編海兵旅団に装備を与え訓練を施した。ノースカロライナ州のキャンプルジューヌ海兵隊基地と キャンプデイビス海兵隊遠隔地訓練場で、オランダ領東、インドを占領している日本に対する反抗のため、陸海空統号の上陸船に備えていた。このような反抗上陸を実施する前に日本は降伏したが、1945年にノースカロライナ州で完全状態にあった海兵旅団は6つの輸送機材を残地して、植民地独立戦争でインドネシア人たちと戦うことになる。 これらは、英師団の一部であり、海兵大使館の指揮下に置かれていたが、1949年に、解体された。1959年、アメリカの水中爆破部隊を参考に、水陸両用偵察小隊が創設される。同部隊は、沿岸偵察、破壊工作に特化した、小規模な特殊部隊で、戦時に、イギリス軍 SBS の一部として、 共同作戦を行う体制であることから、オランダ SBS 第7小隊とも呼ばれる。インドネシア独立後、イリアンジャヤの貴族問題は、棚上げにされたまま同地に、オランダ海兵隊は、駐留を続けていたが、1962年に、インドネシア軍の侵攻の末に、同地は併合された。1977年6月11日、ドレンテ州のデプントで、 南マルク共和国の過激派6人は5月23日に近隣の住人を人質に列車をハイジャックした。事態解決のため強行手段に出た。治安当局は、オランダ空軍の海 -104、スターファイター戦闘機6機を、強襲前の牽制として、低空飛行で爆音を響かせ、ハイジャック犯の気を引き、海兵隊介入部隊が列車に突入し、犯人6人を死亡させるも、 人質二人も犠牲となったが事件は解決した。この功績により海兵隊介入部隊はオランダ政府の有力なタイテロ特殊部隊であると証明された。冷戦時代には北大西洋条約機構の枠組みの下で1973年にイギリス海軍海兵隊第三コマンド海兵旅団とオランダ海兵隊作戦部隊グループで構成される。 エーラン水陸療養部隊が変訴された。これ以外にも水陸療養戦闘支援部隊第一中隊はアメリカ合衆国とノルウェーが参加する山岳管冷地訓練のプログラムの大部分を担当している。近年のオランダ海兵隊は世界各地で様々な運用に投じられている。主なもので1992年から1993年に かけての国際連合カンボジア暫定統治機構や1995年から継続している旧ユーゴスラビアボスニアでの平和維持活動2000年から2003年にかけての国際連合エチオピアエリトリア派遣団のほか2002年1月から2010年7月にかけてのアフガニスタンでの国際一安支援部隊では2005年の選挙期間中にマザーリシャリーフに 第2野戦病院大隊が派遣。この他にバグラーン州コモリーには地方復興チームの要員として海軍要員と共に配置された。2005年にハンガリー軍と交代したオランダ陸軍と空軍に代わって2006年10月から展開する。任務はルーソガン地区にて新生アフガニスタン国軍の新兵訓練を与えることでキャンプオランダ内で実施された。 増強中隊は、ルーソガン地区内のデラシャン地域で展開した。2010年4月17日には10人を乗せた BVS10 が即席爆発装置の爆発により2人が戦死している。また、イラクには2003年8月1日から2004年にかけて2個の海兵大隊がムザンナー県に展開しており、サマーワのキャンプスミッティに配置され、このうち1個中隊が、 AR ローミサと AL コダーの村に配置された。2003年11月18日から2004年2月19日にかけては国際連合リベリアミッションの一環として、揚陸艦 L800 ロッテルダムに海兵一個小隊が配備され広報支援能力を提供した。2005年から2006年にかけては国際連合今後民主共和国ミッションで、 パトリック・カムマート海兵少将が司令官に任命されている。その他の部隊、機関オランダ海兵隊は、従来から純然たる系譜表で構成され、重火器や機構部隊は保有してこなかった。しかし、数年来、平和維持活動での運用を念頭に、総輪装甲車が導入され、2007年から式書型装甲車も導入される。また、 オランダ海兵隊員は多様な個人戦技の習得が求められている。これは活動範囲に極地や熱帯地域、砂漠及び山岳での作戦が含まれているためで、これにより部隊運用上の柔軟性を維持している。フリスクボートに乗った海兵隊員、ありがとうございます。